新流行り紙洗脳編続きをやっていきます。前回は関本ちゃんについに拷問をまた始めたんですが、電動ドリルでね、穴を開けて出血がまあしたりして、もうまあひどいんだわ。で、デカミもデカミでもう思考を停止させて、もう拷問に加担をしているわけだ。そして関本ちゃんがついにちょっとね、やばいかもしれん、脈がない可能性がある、あっちゃー参ったなーって言っておりますぜ。どうだい。風森さんは、額にペシッと手を当てて考え込むポーズをする。うわーマジかーマジかー、いやいやー、もうしょっぱだからいやいやー、マジ？これはもうさ、デカミが殺したようなもんじゃん。死んでら、こいつ。マジ？そう。関本は死んだ。はぁ？引くわー。引くどこの騒ぎじゃないけどな。マジで？これ本当にだからもう、実質手を下してるのは、まあ、指示は、されてはいたけど、手を下したのはデカミじゃろ？そしたらもうデカミが殺したみたいなことになっちゃうじゃん。なぜだかほっとする。そう、終わったんだ。意外とそれはあっさりとした結末だった。何の考えもない。劇的なドラマもあるでなし。そう、こんなものなんだ、人の死なんて。何言ってんの、デカミ。で、どうするよ。ちらっと風森さんが腕時計を眺める。ああ、死亡推定時刻も記載しなくっちゃね。そう。ちょうど休憩時間。わ、なんかもう、デカミやばい。全然、なんかすごい。何？どうした？もう、ほんと引くわ。もう前回から引きまくってるよ、ほんとに。配膳の必要だって、もうなくなった。もうカツ丼なんていらないんだ。休憩をしてきます。私はそう言って立ち上がる。うわ、もう関本が死んだにもかかわらず休憩行ってきますみたいな。デカミ、肩の荷が降りた気がする。解放感が全身を超う今ちょっとね、ちょっと待って、今ね、なんとなくこいつ読めるぞっていうテンションで言ったんだよ。こいつ、これを、この字は読めるぞというテンションで読み進めた、ようとしたんだけど、読めなかった。全然読めなかった。弓編に、いや、ゆるやかっていう字だな、二個目はな、やかん。解放感が全身を、出てくるかな。解放感が全身を、解放感が全身を、やべ、出てこんから、解放感なんだろうな、全身が包んでるのはな。っていうことは、全身を、緩やかにこう柔らかめにさせたんだな。そういうことはもう読めんからごめんなさいです。これでもうこんなことをせずに済むのだから。かわいそうだけど、関本にとってもこれでよかったのかもしれない。もう彼だって苦しまないで済む。いや、どんだけ苦しんできたと思ってんの、マジで。ほんと引くわ。デカミ、マジないぜ。そっか、まあこの後に片付けもいるしな。俺も休憩しとくか。めんどくさそうにそう言って風森さんも立ち上がる。ええ、では失礼します。わあ、デカミ。デカミ、ちょっと主人公。頼むよ、主人公。私たちは淡々とそうつぶやいて部屋を出た。これで終わったんだ、何もかも。いや、終わってない。何も解決せんよ。何も解決しないんですけど、事件自体が。何この回。どうするの。
これ。警察署内の休憩所でぼんやりと私はコーヒーを飲んでいた。その前にお前みすゞのことを、あ、間違えた、なんか変なのしちゃった、変なのしちゃった、ごめんなさい。コーヒーを飲んでいた、黒い液体の表面に女の顔がある。また出たよ、なんか、やばいやばいやばい、なんか変な、どうしたどうしたどうした、怖い怖い、ちょっと怖い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 、何にもしてないのに、ちょっと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 、何何何何、ちょっと怖いんですけど、何何、コントローラーがバグってる、ちょっとちょっとちょっと、今サブイボがすごい、何にもしてないのに、何この恐怖劇、これも何演出、これこれもソフトに組み込まれてるやつ、何、マジでマジでマジで、すげえこのコントローラー、デュアルショック3すげえ、何、ちょっとどこまで読んだ、ああ、うつろな目、生きているのかわからないような表情、まるで幽霊のような女、お前は誰だと女が問い続ける、答えなくていい、もうそんなのには、うん、てか怖すぎる、ちょっと怖すぎる、急に、何、私は、私は、なんだっけ、あ、もうやばいな、手紙、お前はもうやばいのは分かったわ、でもなんかコントローラーもやばいんだわ、なんか急に、どういうこれ現象、何現象、コントローラー現象起こったよこれ、コントローラーバグり現象、急に、そうそう、刑事の仕事はドリルで穴を開けること、それももう終わった、ちげちげ、刑事の仕事ドリルで穴を開けることじゃないから、終わったから、じゃあ今後は何が、そう、何が待っているのかを考えないと、考える、何を、考えているようで私は何も考えていなかった。ぐるぐると頭の中をかけていたのは正義感でも何でもなかった。もう死んだ、どうすればいいのか、どうしてそうなったのか、そんなの何もわかるわけもないのに、私は虚空に問いかけ続けていたのだ。どうにもできない、何にもわからない、そんな理不尽な回答に向かってぐるぐるカゴの中で車輪を転がしていたリスのようだ。そうだ、死体の処理をしなきゃ、どこで、恋愛室ならいくらでもあるけど、解剖とか検視は、ああ、美鈴はもういないんだ、いないの、え、だって美鈴どうだったかはちゃんと聞いてなくない、え、いないの、いてよ、それと検事に報告、どう報告するのだろう、そもそも検察は何をやっていたのか、倉田課長はあの傷をどう報告していたのだろう、わからないし考えても仕方がない、考えるのは私の役目じゃない、そうそう、留置所の掃除もしないといけない、使った道具は証拠品として保存するのだろうか、黒田課長に聞かないと、やらないでいいのは配膳ぐらい、あとスイッチのオンオフ、それからあー、もうデカミやばいな、これ正気に戻る瞬間あんのかな、誰誰誰誰誰誰、コツコツと足音が近づく、私のテーブルの前で足音が止まる。これが実はあの夏木豊さんでドッキリ大成功てってれーってならない、怒り型で自信満々に歩く大柄な男、小柄でこれハマグリ、ハマグリ幅ってなんだ、どんな幅だよ、すげえちっちゃいな、ハマグリの幅って、とにかく小柄でちっちゃいってことだな、小柄でハマグリ幅のいい年老いた男、いつもの見慣れた影、あー、この二人知ってるわ、もう風森パイセンと黒田のおっさんだろうが、これ
私の前に立っていたのは黒田課長と風森さんだった。目川くん、面倒をかけたね。たった今裁判所から令状が出たよ。君を関本殺害の容疑で逮捕する。はあ？マジで引くわ。ちょっとは思っていたけどさ、デカミが実質やっちゃったなって思ってはいたけどさ。ちょっとこれさ、だよ。どういうことですか？私を逮捕？意味がわからない。キョトンとしたまま私は二人を見つめる。今言った通りだよ。わかんないかな。わかんなくはないんだけど。はめられたな。はめられたな。さっさと立て。抵抗するな。お前の身柄を本庁に送還してやるよ。ちょっと待って、今さ、ちょっと、わかったっていうか、ちょっと、憶測だけど、これさ、デカミこれで例えば逮捕されるじゃん。殺人の容疑で。容疑というか殺人で。逮捕されて、また取り調べの容疑者としてここに戻ってくるわけだよ。そんで、また拷問を受ける、関本のように。で、こいつらと倉家の二人は、また新しい新人が入ってきました。で、そいつに、デカミを、に拷問をやらせると。デカミに対して拷問をやらせて、で、デカミがまた死んでしまう、今度は。死んでしまった時に、またその新人デカが、容疑者として、また殺人の容疑で逮捕される。その繰り返しをやってんじゃないか、こいつら。だから関本も、やっぱり元々は徳良家の人間なんだよ。で、関本も、同じように、容疑者に対して拷問をさせられるように強要されててさ、してて、で、殺しちゃったんだわ。で、関本は逮捕された。うわ、それじゃない？そういうことじゃない？恫喝するような厳しい口調で風森さんが私に吠える。私が関本を殺した？ああ、そうか。何も間違ってはいない。いやー、抵抗できないか、もうでもできないか。抵抗したところでか。違うっていうか、強要されてどのこうの取り下、無理か。でも絶対そうじゃない？こうして私は逮捕された。逮捕容疑は精神鑑定目的で保釈入院されていた関本被告から証言を強引に導き出そうと焦ったあまり拷問を行った容疑、並びに拷問による傷害致死。実際には傷害致死では軽すぎるということで殺人容疑だ。業務上過失致死ですらない。当然だ。上記だけで両手で数えられる量を超える違法行為がある。殺人であることには間違いない。そこに、抗弁はしない。まず何から何までおかしいだろう。何なんだお前は。お前のやってることは。違うんだよ、やれって言われたし、でもやっちゃいけなかったけど、やらないと自分がやられてたから。何これ、もうどうすんの、どうす、もうすごい理不尽すぎて、もうほんと胸くそ悪いんですけど。もっと引くわ。捜査員に対しても引くわ。そもそも違法だし、拷問による自白に証拠能力がないことはどんな下っ端の警官だって知っている。なぜこんな無茶なことを。そんなのは私だって知っているし、何度も訴えた。聞いてはもらえなかった。それも言った、ちゃんと。私は幾度もの取り調べの中で無実を訴えた。あ、ちゃんと訴えたのね。これは指示されたものだ。組織的関与がされている。
だが取り調べの捜査官は一向に耳を貸そうとしない。あ、この捜査官もグルか。普通に考えてこんなもの頭のおかしい女の妄言にしか聞こえないだろう。私だって他人事ならそう思う。私の訴えはいつもそうだ。黒田課長たちにも聞いてもらえなかったし、今度はここでも同じだ。どっちの側に立とうとも聞いてくれたのは美鈴たちだけだ。でも彼女たちの情報は私から完全に遮断されている。美鈴がどうなったのかさえもはやわからない。美鈴、まあどう元気だとしたらもう告発はしてくれてるはずだから、こうはなってはないよな。もし元気だったらな。生きていればいいけれど、でも正直、でもそれは正直望み薄だ。何もわからず何も知らせていない状況でも、その取り調べの過程で私にもわかったことがある。警察の不祥事を隠蔽しようとしたのか、私は遥か以前に懲戒免職となっていたらしい。え、そうなの？つまり警察官ではないのか、逮捕の時点では。うわー、こんな理不尽なことある。免職？いつ？それもまたおかしな話ではない。そもそも私のやっていたのは警察官の行為だろうか。しかし免職はまだわかる。いつのタイミングでどうやってまでかはわからない。遡って捏造されたのかもしれないけど、いやそうでしょ完全に。それに伴って関本を死に追いやったシチュエーションも、何もかもが捏造されていたのは正直驚いた。調書によると私の職業は大学院生となっているらしい。私は関本とは違い、修士も博士も取っていないというのに。知らないうちに学歴詐称まで付け加えられたのには苦笑する。いや、こっちは罪として計上されていないか、まだ。じゃあもう警察の不祥事ではないということにされてるということだな。関本と逆なのは、私が院生で、家計食卓の研究員として関本の診断に関わったっていた話になっている点。犯罪研究の過程で毒草で自白強要の後に殺害。そういう風にされちゃったのか。全く何もかもがでっち上げだ。だがいくら抗弁しても聞いてはもらえない。そもそも私の調書は本当に作成されているのか。もしや全てなかったことにされているのでは。全て白紙で私は黙秘していることにでもなっているのか。いい加減逆らうのも疲れてくる。そう、何もかもが無駄で虚しい。こうなったらこっちも黙秘でいた方がずっと楽だ。あー、この感じ関本ちゃんじゃん。だって黙秘していた方がっていうの。鏡の中の女の目はまるでうつろだ。ここにいながらしてその存在がないような。瞳には何の輝きもない。正気そのものがむせている。それでもまだ何か、何かないか、何か反論できるものはないか。もうこれで終わんのこの回。すごい嫌なんですけど、このまま運命と受け入れて無実の罪を受け入れろと。いや、無実でもない。殺人は間違いない。私が関本を殺した。まあね、手は汚したけども。まあ言われたからってやっちゃいけなかった。いや、でもそうしないと自分がやられてたんだよな。殺すように仕向けられた。考えることを奪われた。私は命令に従っただけで、ただの道具だ。道具として人の心をなくしていたのだ。ふとその時私はあることを思い出した。
そのためにもここ数日で経験したことを正確に思い出す必要がある。思い出せる？大丈夫？思い出せるんか？あ、ここでこれか。思い出すってこれか。推理ロジックですか。ほうほうほう、そうですか。椎村文書に身柄を移された関本宗次郎。ここで徳良家が彼に取った行動は、治療ではない。カツ丼洗脳逮捕。いや、カツ丼じゃろ？それは。行ったの。椎村文書に身柄を移された関本宗次郎。彼に対して私は何をした？彼に対して私は。恫喝連続殺人事件配膳。かも。配膳じゃろ？恫喝した殺人事件の犯人を聞き出してない。配膳、ハム。私は関本ハムだと思った。違うよ。配膳だよね、とりあえずね。配膳ばかりしていた。徳良家と関本宗次郎との関わりによって私はどのようになったか。ん？私はどのようになったか。カツ丼。私はカツ丼はデミラクスソース派だ。関係ねえ。なんでここで急にふざけ出したんだよ。今までちょっと胸くそ悪いからって、くて、こう、プレイヤーの気持ちが沈んでるなと思ったからこれ書いただろう。私は有罪だ。私は無罪だ。私は宇宙人だ。いつその要素あったよ。私は懲戒免職される不祥事を犯した。私の経歴は過去に遡って捏造された。懲戒免職。捏造されたんだろうな。他の空欄も詰めて埋めよう。すでにキーワードを入れた箇所も必要があれば直せるよ。よし、やるぞ。事件の全体像。事件の全体像、完成させるんだ。よし、完成させるぞ。私、ここはどこですか？でもミスズは一応血がついてないからまだ殺害されているということにはなってない。これはワンチャンまだあるぞ、ラストに。私たちはこの二人、私は密造津田沼さんに頼み、警察の不正を撮影しようとした。そうだよな。密造、頼み、徳良家の証拠隠滅を阻止しようとした。それは違うな。私は密造津田沼さんに頼み、警察の不正を告発。あ、これじゃね？公安委員会に訴えるように頼んだ。頼んじゃないな。徳良から逃げるように頼んだ。違う。告発じゃろ、これ。で、黒田のクソジジイが二人にしたのは、どうしたんだろう。でも、ここ分かってないよね、どうしたかね。脅したようだ。何をしたのか分からない。どういうこと？ミスソ、津田沼さんをハムに したようだ。どういうこと？どういうことをハムにしたようだって。逮捕はしてない。まあ、津田沼を殺したよな、完全に。ミスズも殺したのかな。まあでも他のものがちょっと殺したんじゃないか。おいでおいで、ここか。関本さん、関本ちゃんは何か。関本は私を騙している。それはない。関本は自身の事件について黙秘を貫いた。そうだね。目標貫いたね。元大学教授だ。いや、これもわかんないんだよな。科捜研に所属する研究員だった。これは濃厚だよな。これは知能犯ではない。これは濃厚な気がする。ただ、目標を貫いてはいた。科捜研に関する研究員だった。こっちが本当じゃないかな。この大学教授ではあったけど、この話は信じてあげたい。最後に関本ちゃんの話を信じてあげよう。よし、これでいいんじゃないか。どうだい。これ全部埋めた。全部埋まった。あ、埋まってない埋まってない。あ、遠くに行く遠くに行く。あ、またコントローラーが遠くに行った。ちょっと待って、ここに、ちょっと待って、
あーして、なんか遠くに行っちゃった。何この3人は、この3人は何なんだ。制御を追放するための部署ではない。洗脳の実証、徳良は洗脳の実証実験を行っている。そんなこと言ってたな。自白供与専門とする部署だ。徳良の姿見を見ると ゲシュタルト崩壊を起こす。難しいこと急に言ったな。難しいことなんだそれは。ちょっと何、ゲシュタルトって美味しそうじゃない。タルト好きとしてはちょっとそのタルト食べてみて。トクラカは工具の一般的な使い方を知らない。確かに知らないよこいつら、全然知らないよ。ただ洗脳、これ洗脳編だからね。洗脳、まあ洗脳されてある意味デカミはやっちまったわけだから、そういうことじゃろ。遠いな遠いな。これ移動してる。ズームアウト、ズームイン、ズームイン、ズームインしたい、ズームイン。あ、ズームアウトしたの、ズームイン。よし、このもんだ。これでいいかな？これ決定。はい。どうだい、答え合わせは。徳良家は関本宗次郎に対して活動を行った。活動とは隠語で自白をさせること。結果はどうあれ、徳良家が関本に対して活動を怠ったのは事実だ。私は関本の食事の配膳ばかりしていた。確かに最初は配膳係だけだったが、黒田課長と風森さんに強要されてカツ丼の手伝いをさせられた。あってたってこと？私の経歴は過去に遡って捏造された。調書によると私の経歴や関本を死に追いやったシチュエーションも何もかも捏造されていた。あーってだってだ。おおおいおい、あ違うんかい。配膳係じゃなかったの？配膳係だったじゃない。おーい、やったー。いいな。あ、何どうした、誰、ねえ、誰、ちょっと待って、これさ、あれじゃん、この映像さ、オープニングの関本のやつと一緒じゃん。そうだよね、関本が同じ状況だったじゃん、これ。やっぱこれ、ぐるぐる同じこと回ってんだ。今度はデカミが、あれされる、拷問。される側に回るんじゃないこれ。私は S 県 C 村で発生した連続殺人に関する情報を持っています。しんと静まり返った法廷の中、それまで黙秘を続けていた私は裁判の公判中で突然こう言った。もはやこれしかない。それが私に残された最後の唯一のカードだ。静粛に、被告人は本件に関係ない発言をしないように。裁判長の言葉を無視して私はもう一度口を開いた。私は S 県 C 村で発生した殺人事件に関する情報を持っています。確か津田沼さんは C 村で起きているあの連続殺人そのままのやり口で殺されているはずだ。おそらくは口封じだ。同一犯人かどうかはわからない。さすがにそれはないとは思う。もし同一犯ならそれこそあの連続殺人は黒田課長やその上にいる何者かたちの犯行となる。警察権力内でそれはないだろう。とにかく利用できるものは利用する。この後半を中断させてチャンスを狙うしかない。いやー、こう関本ちゃんも同じことを思ってこの発言をしたのか。一番冒頭でね言ったやもんね、関本ちゃんが同じことを。いやー、デカミも同じことを言うのか。うわ、面白いな。私はまだ諦めてはいない。何から何までどうしようもないけど、まだ完全に諦めきれていない。私の中にはまだかすかでも正義感が残っていたのかもしれない。とうの昔に消え失せ、折れてしまったと思ったのに。どれだけ生きる気力が失せようと、
虚しかろうとか、虚しかろうと、もしこのままむざむざ何ら抗うこともなく、はいそうですと飲み込んでしまえば、裁からなければならない悪がのさばってしまう。正は横行し、真相は闇に葬られてしまう。黒田たちとクラカをこのままにはしておけない。そうはさせるものか。いやー、関本ちゃんも同じことを思ったんだな、ここで。わ、そうか。私の狙い通り、後半の宮廷が決まった。そして私は精神鑑定にかけられることが決定した。何もかも狙い通りだ。関本が過去に通ってきた通り。だとしたらさ、もうダメじゃん。そしてうわ、俺たちがお前の森だ、よろしくな。私の前に現れたのは風森さんと黒田課長だった。一瞬我が目を疑った。そしてその瞬間全てを悟った。思わず笑みがこぼれる。なんだ、そうか。うわあ、思った通りになってしまったか。抵抗、そんなものに何の意味が。もう私は諦めるしかなかったのか。関本の辿った道をなぞってうまくいくわけがないじゃないか。どうしてそれがわからなかったの。そうだよ、二人は特に私に関心があるようでもなく、いつも通りにくだらない系軽口を叩き合っていた。ふざけた会話で出した脱症もしていた。そう、私は人身お経、人身未経に選ばれた。洗脳、あの関本の話のどこまでが本当だったのだろう。拷問による洗脳、それは私自身にも当てはまる。私は思考力が落ち、善悪の判断も失せていた。ただ単純作業を繰り返させ、やがて自分が何であるかもわからなくなっていた。あ、そう、ゲシュタルトのことはね、聞きたかったんだ。ちょっとゲシュタルト。データベース。ゲシュタルト急に出てきたから、何のこっちゃってなったんです。これだ。ゲシュタルト、タルト崩壊。ゲシュタルト崩壊とは、全体性を持ったまとまりがある。まとまりある構造がバラバラに切り離されて認識し直されてしまう現象である。例えば同じ漢字をずっと見続けると、その漢字が何という字であるかわからなくなることがある。あ、それね、それわかる。わさる子も字見てると、見続けてると、あれ、これ読めるはずなのに何て読むんだっけってわかんなくなることがあるんだよね、このゲームしてると。それじゃあゲシュタルト崩壊してたんだ。これを認知心理学では文字のゲシュタルト崩壊と呼ぶ。ゲシュタルト崩壊は文字以外にも、イクナンガ、学図形、あ、幾何学図形か。顔などの視覚的なものをはじめ、聴覚、皮膚感覚においても発生することがある。ゲシュタルトとはドイツ語で形状、姿を意味する。そうか。うまそうなタルトかと思ったけどな。人為的に、作為的に起こせるものなのだろうか。ああ、ナチスの実験でそんなものがあったかな。なんだっけ？アイデンティティを崩壊させる。お前は誰だと日々問い続ける。単純作業と苦痛、非日常な光景、死と恐怖で心を縛る、カルト犯罪でよく起きるケース、逃げ道も救いもない密室の中で行われるケース、時折起こる家族ぐるみの殺人、民事不介入で警察が後手後手に回るケース、思考能力が落ちて人に人を殺させる、被害者に被害者を殺させる、家族に家族を殺させる。そう、それとどこが違うのだろう。関本は関本と同じ立場の私が殺した。私が私を殺すようなものだ。違う、私は殺してない。私の意思で殺したわけじゃない。殺したのは命令で私じゃない。だから無実で、何が何だかもう私には何もわからない。
それこそが研究成果？ははは、バカバカしい。このまま私は懐かしい古巣の地方署の留置所にてきっと拷問をさせられる。いや、させられるのではなくされるのか。今となってはどっちも同じようなものだ。心が痛いか心も体も痛いかどうかの差だ。そしてそのまま殺されるのだ。薬と笑みがこぼれそうになる。なんということだろう。因果応報。いや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 、そんなはずはない。そんなバカなことは。私に何の因果が。何も悪いことなんてしてないじゃない。ドリルは握らされただけ。スイッチは押すよう仕向けられただけ。私の意思なんかじゃない。多分。二人の背後に新人らしい見知らぬ顔の刑事がいた。うわ、こいつに拷問されるのが。でもお前もこうなるんだぞ。私が笑みを漏らしたことに少し戸惑い、怯えている。今度はこの子なんですか？おそりと黒田課長と風森さんにそう尋ねる。いいからお前は黙ってろ。突如大声で風森さんは私に怒鳴りつける。見知らぬ若い刑事は今の大声ですっかり萎縮してしまい、黒田課長がボソボソとなだめている。ああ、そうね。私は学生時代に勉強した洗脳についてその手段を少しだけ思い出す。精神的、肉体的に苦痛を与え続けて思考力をなくし、対象の人格の否定を行った上で、新たな思想を植え付ける。植え付けられたっけ？どうだっけ？もうわからない。抵抗はできるのだろうか？同じわだち？同じわだちを繰り返すのだろうか？わからない。まだ諦めたわけじゃない。そう。最後まで。関本がそうだったように、まだ何かあるはず。それに私はたどり着けるのだろうか。ほんの少しの笑みを浮かべて、私は新たに私の役目として入った子をじっと見つめる。関本は私に何を見た？私に何を託そうとした？私に何を伝えようとした？今となってはそれも何もわからない。でも、まだ何かきっと、そこに答えはあるはず。関本とは違う何かが。私の目線に気づいて、その子もきっと私を睨み返す。意志の強そうな子だ。こんなに怯えているのに。今度はこの子が、ああなるのね。そして私を殺すのね。そして私は生き延びようとする意志がスルスルと消えていくのを感じた。ああ、無理だなって思っちゃったんだ。わあ、これまた巡るのか。うわ、終わったわー。うわー、これはあんのか。まあ、そうだろうな。これまたデカミはやられんのか、同じことを。うわ、面白かったけど、話は面白かったけど、ちょっと辛いな、えぐいな、この話。いやーでもちょっと何？裁判中に証言台に手紙が立ってて、関本が一番最初に言ったことと同じことを言う、あの一枚絵の時はちょっとゾクッとしたね、さすがに。まあそうですか。じゃあちょっとこうエンディングはちょっと飛ばします。はい。いやー、そうですか。これを繰り返すんですか、あの徳良家は。でも何が目的なんだろうね。また容疑者を拷問して殺しての繰り返す感じ。またクリア。お、A！ 総合評価で A！ もう洗脳編クリア。エンドナンバー37。そして再び。うわー、これ繰り返すのか。そうですか。まあ、とりあえずクリアしました。よかった。よかった。ちょっと結構この洗脳編はエグかったなぁ。ということで、ご視聴ありがとうございました。洗脳編無事クリアしました。まだ他に、なんとか編があるのか、
どうなのかちょっと探りつつ、あったらやっていきたいと思いますが、とりあえず洗脳編クリアしましたので、今回はこれで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ゲームが上手になりたいな、もっとみんなに褒めてもらいたいから、コントローラーを握る。でもいつもお母さんは似ていてばかりで、おー